おはようございます。ジムです。今日は視聴者さんからとある特別な情報をいただいたので検証していきたいと思います。イエーイ。そのね、とある情報は結構衝撃的だったので、そしてジムも見るのは初めてなので、あの噂は事実なのかという確認も含めて調査していきたいと思います。それではやっていきましょう。いや、あつ森にはね、まだまだ秘密が隠されているということで、今日はまずパニーの島に行きます。パニーの島の一部屋に着きました。このお部屋の中で、とあるアイテムを置くと、とある現象が起こるということでチェックするのですが、まずね、一つ注目すべきが、今回のアップデートでカメラモードが進化し、一人称視点に変えると、いろんな方角でね、アイテムを見れるようになりました。そして部屋の中ではなんと、グー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 、じゃじゃーん、天井をね、見ることができるんですよね。そしてこの天井にも実はいろいろな秘密が隠されていまして、ジムは今この壁紙、黄色のストライプの壁を貼っているので、天井がちょっとピンクな感じ、黄色と馴染む感じになっているんですけれど、これ、他の壁紙を貼ってみましょう。じゃあ、例えば、振り足ウッドオールに変えてみると、じゃじゃーん。なんとね、天井が壁紙に合わせて変わるんですよね。色だけじゃなく、こちらは木目調のね、天井になっております。これめちゃくちゃ細かくないか？これまではね、がっつり天井を見ることができなかったので、気づかなかったって方も多いかもしれないんですけれど、あつ森発売当初からこの仕様はあったみたいですよね。いや、すごない？感動。そして今回からは天井角も追加されたので、こういった天井角をリメイクして飾ることで、より可愛い空間をね、作ることもできます。おー、ちゃんとね、天井にくっついてる感じが、いい感じでございます。他の壁紙もちょっと見てみると、レンガの壁とかはどうだろう。あ、レンガの壁も木の板の壁ですね。さっきと若干色が違うかな？うんうん。カラフルタイルの壁とか、うわ、ちょっとつるっとした石の素材の壁になりましたね。おー。これはホワイトチョコな壁。あ、なんか、タイルみたいな天井になった。多分何パターンか天井用意されていて、それぞれの壁紙にどれかが設定されているっていう感じなのかな。いや、おもろくない？これ無限に発見したくなっちゃう。和風のやつはどうだろう？障子若干さ、周りも明るくなるところがいいよね。そして、あ、障子は木の板ですね。あ、こういうのは外系。街路樹の壁。さあ、空はどうなっている？おー！水色の粘土調のタイルかな？コンクリート調のタイルですね。いや、細かくない？すごすぎる。水中は水中。あ、これも水色一緒かな？なんか特別なやつ見つけたくならん？楽しすぎるんだけど。プロレスの壁は茶色のコンクリート。あ！モニタールームの壁、このやばい壁紙は、上は黒のタイルですね。おー、合ってるわ。しかして、この壁本当にやばいな。めっちゃチカチカするし。すごい。なんか一人称で見るとよりやばさが伝わってきますね。こういうね、テントウムシとか、博物館が映っていたりとかするんですよね。桜並木の壁は、あ、ピンクのコンクリートだ。いいね。水平線の壁は、あ、なんか真っ青な感じだ。おお、この空のつなぎ目をさ、無限に感じさせる青ですごい綺麗。ということで、壁紙を変えると天井が変わるっていうのは事実なんですけれど、まださらにすごい小ネタがあるみたいです。ジムもこれは初めてなのでやってみます。このように天井まで作り込まれている素晴らしいあつ森。しかし、いろんな家具の中には、天井よりも大きいサイズの家具があるじゃないですか。それをね、置いてみたときに、果たしてこの天井はどうなってしまうのかというのを検証していきたいと思います。例えばですね、背の高い家具。そうだな。あ、これは電柱。電柱は部屋よりもでかい？ギリギリこれは部屋に収まってまうな。もう、電柱ぐらいだとちょうどぴったり部屋の高さぐらいになってるんですね。なんかちょっと異様な光景ですね。なるほど。それよりも大きい家具なんだろう。あ、これは風車。風車でかいんちゃう？あ、意外とそうでもない。もう意外と収まってしまいますね。え？待って、風車よりもでかい家具ってなんかあったっけ？風力発電機も収まってるな。あ、化石めっちゃでかいんちゃう？化石。あ、これや視聴者さんから教えてもらったやつ。ブラキオサウルスの頭、これがあつ森界隈で一番でかい家具なのかな。約ね、島クリでおしゃれに使っている方がいて、島訪問でジムも紹介させていただいたことがあるんですけれど、結構無限の可能性を秘めているこの家具、果たして部屋に置くとどうなってしまうのか、ちょっとこの部屋には合わないんだけど置いてみますと、すごい背高いこんなに高いんだこの家具、おもろ。そして天井はじゃあどうなっているのでしょうか。一人称視点カメラにしてドドン。待って、まずこのさ、ネームプレート、化石の説明のプレートの文字とかも細かいんですけれど、さあ上を見上げていきます。果たしてどうなっているのでしょうか。でかいでかいでかい、めっちゃでかい。待って、上まで見えないんだけどもう少し下がって、え待って、家壊れてるんだけど家が崩壊してるんだけど、うわ、穴が開いてるし、なんかこの木目がちゃんとさ、ぶち破られている感じがすごい出てるんだけど、大丈夫？ブラックホールに吸い込まれてるやばー、すごい。ちょっと待って、感動なんだけど、これ壁紙変えてもこの穴なのかな。ちょっと変えてみよう。さっきのタイル系だと同じ開き方するのかな。やばくない思った以上に高クオリティの穴でびっくりした。なんか背の高い家具を置いたら穴開きますよっていう情報だけもらってたんですけど嘘やろ。コンクリートみたいなやつも容易にぶち破っていくブラキオサウルスの頭すごいちゃんとさ、なんて言うんだろうな、破壊したっていう感じの見た目なのが衝撃的ですよね。崩壊してる。どんな壁でもぶち破りますか君、すごない？白い木もぶち破るし、白いコンクリートもぶち破るすごいな。黒のタイルだって完璧に穴が開いてますね。面白すぎんこれ。こんなことある？他の化石は背高くないのかな。探してみよう。これは T レックス。意外とちっちゃいんだね。ブラキオサウルスが本当に特別なのかな。トリケラトプスも意外とちっちゃいし。っていうことはさ、ブラキオサウルスのためだけに、この穴開き機能って実装されたってこと？そんなことある？やばすぎませんか？うわ、これは天井が見れるようになったからこそ分かってしまった新事実なのかな。それともさ、アップデ前からもともと穴は開いていたのかな。真相はいかにって感じなんですけれど、ちょっと衝撃的すぎる。そしてやっぱり他のアイテムだと穴は開きませんね。唯一この家具だけが穴が開くのかな。もしさ、他に穴が開く家具があったら教えてください。ちょっとあまりにも衝撃だって、もともとのこのカメラ角度だと天井全然見えないもんね。一人称ができるようになってからこうやって見ることができるというやば、何回見てもやばい。これさ、ここに天井角を置いたらどうなるんだろう。ちょうど穴が開いてる位置に多分天井角を置けると思うんだよね。こんな感じで。てか待って、この状態が面白いもんな頭ひょっこり出てるもんな。すごいすごい。ちゃんとね、穴突き破った先にもブラキオサウルスがいるってことが分かりますね。そしてキューブライトを置いてみたどっからぶら下がっとんねん。ブラキオサウルスの首からね、キューブライトがぶら下がってますよ。これ面白すぎる。ちょっと穴の周りをね、カリコゲのツルとかで装飾して穴周りを豪華に飾り付けてみましためっちゃズボって開いとる。記念撮影しよう。この辺からカメラ起動して三脚を置いといて、ジムも顔を出して、難しい。天井と一緒に人物映すの難しい。ギリギリいけるか。この辺ちょっと斜めにすればよく映るかも。これいいですね。ちょっと待って、天井装飾するわ。穴の写真を撮るのにおしゃれに行くわ。ちゃんとライトアップして鳥とかも飾っとくここでガーンってしたら結構面白い絵になりましたね。穴の部分もっとちゃんと写したい。こんな感じ。パシャ。めっちゃいい感じになりました。いや、あつ森こういうところが好きすぎるんだよな。細かすぎました。あとさ、壁紙遊びしてて気づいたんだけど、いいアイディア思いついた。このさ、新しい壁紙、白いシェルフの壁が、こんな感じで壁にね、シェルフが貼ってある雰囲気になるんですけれど、ちょっと別の部屋行こうかな。このシェルフの壁に、埴輪をさ、飾っていくと、シェルフにしまってる感じになるんじゃないかな。こんな感じ。あ、ちょっとずれてるやんけ。ちょっと任天堂さん、埴輪収納したかったんだけど、あれ？悲しみなんだけど。これ収納できるんちゃう？埴輪って思ったのに、ちょっとずれてましたね。できませんでしたが。まあ、なんかこういった壁紙遊びはね、まだまだ秘密が隠されているような気もするので、また見つけたらコメント欄や DM でね、教えてもらえるとすごく嬉しいです。いや、楽しすぎたわ。はい、ということでいかがでしたでしょうか？チームはこれからもあつ森をもっと楽しむ情報もお届けしていくので、チャンネル登録と高評価ボタンのポチリをよろしくお願いします。今は Twitter、Instagram にて写真なども投稿しているので、よかったらフォローしてください。それでは、ジンムでした。バイバイ。